今日午前、県西部と中部で線状降水帯が発生。短時間に激しい雨が降り、各地で冠水が相次ぎました。午前9時過ぎの浜松市中央区です。朝から強烈な雨が降り続け、市内中心部を流れる馬込川の水位も上がり、濁流となっています。藤枝市の高根山では1時間に 86.5 ミリの猛烈な雨を観測。森町の三倉でも72ミリに達し、いずれも6月の観測史上最高となりました。午前10時過ぎの浜松市中央区天王町です。こちらでは道路が冠水し、通行止めとなっています。さらにこちらの車のタイヤ3分の1が水に浸かってしまっています。辺り一面冠水していたのは浜松市の住宅街です。場所によっては長靴が埋まりそうなほど水かさが増しているところも。道路の横を流れる川からは水があふれ、柵がなければ道路と見分けがつきません。現場では車の進入を防ぐためにバリケードを置いていました。側溝があるんで、ちょっとなるべく中には入らない方が、もしそこの穴に入ってしまったら怪我してしまうんで、冠水とかあんま入らないってもらえると。浜松市では最大21万7千世帯53万6千人を対象に避難指示が出されました。一方で4000人余りを対象に、5段階の警戒レベルで最も高い緊急安全確保が一時発表された磐田市では、こちらの川決壊するという情報があり、市の職員の方が通行止めの制限を行っているということです。磐田市では住宅街を流れる上延川が増水し、茶色く濁った水が道路に流れ込みました。場所によっては川と道路の境目がわからないほどになっています。冠水は数十メートルにわたっていて、入り込んでしまった大型トラックは慎重に走行していました。午前11時半を回りました。磐田市上延です。上延川の水が決壊し、こちらの工場では床下まで水が溢れてきました。溢れた川の水は近くにある工場へと流れ込みました。工場は今日の作業をストップ。水は膝の高さに達するほど浸水していました。もう周りもね、はい、安全のためにとりあえず。ただいま静岡新富士間大雨による影響で列車の運転を一時見合わせております。交通機関にも乱れが出ました。東海道新幹線では新富士静岡駅間の上下線などで一時運転見合わせに。6万4000人に影響が出ました。静岡から横浜に行こうとしてるんですけど、ちょっと今遅れてるっていうことで、はい、待ってます、はい、これはもう仕方ないのかなと思って、この梅雨時期なんで、はい、雨が強くて三河安城で40分ぐらい止まってました。まあいつまで止まってるんだろうなっていう心配はありましたけど。